神様の数字ってことで避ける。避けるんや。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元仮装職人の下田花夫です。いや今日はちょっと久々に呪物紹介したいなと。お呪物紹介、うん、はあ、ちょっと目つぶりで。まあいいよ目つぶるよ。じゃあえで目開けて気持ち悪い気持ち悪いやめろよ。なんかそれめっちゃ一言やん。あでもこれあの全然怖くないから。あ、そうなん、うん、でも不思議な怖くない、うん、じゃあもう持って帰って。じゃあ持って帰るけどでも不思議な呪物やねん。山の呪物やねん。うん、だマタギとかいるやん、うん、あの人らに伝わる呪物やねんこれ。ほうで、マタギの人らがさ、うん、あの山に入って、うん、何人かでチームを組んで入るの。はは。でその時に人数が12人とかやったら、うん、事故に遭うって言われるの。ああ、数で、うん、あとはトラブルに遭うっていうのがあって、はあはあ、そういう12人しか集まらんとか、12人ちょうど12人の時は、はあ、1人呼ばなかった。12っていう数字を。ああ、避けなあかんから。避けなあかんから。もしくは11にするか。そうそうそう、はあ、でも1人帰ってなんか言われへんや、うん、そいつも来てんねんから、うん、いやもうわしももう家族に言うてきてるわみたいな、うん、やる気満々や言うて。そうそう、うん、じゃああと1人おらんかって言っても今から言われてもそんなもん困んでみたいな時にこの呪物が登場する。じゃあこれで、うん、要は連れていくことによって13人目ってこと。そうそう、これで13にするんだよ。へえ。名前を三助っていうのさ。はははで三助を、うん、まあいろいろあんねんな。持ってる人もいるし、うん、だからその村の、うん、その集落のなんか、うん、何神社みたいなところにいっぱい三助置いといて、うん、そっからこう借りる感じ。三助でも優しそうな顔してるな。三助めっちゃええ感じやろ。か顔どうですかね、うん、優しそうな顔してるわ。なんか、うん、東北のな、やっぱり東北やから、うん、なんか子供に飴とかあげそう。そう、これを三助を持って行って13にして、うん、神の怒りを避けるっていう。はあ、ははあ、は、まあ、縁起担ぎみたいなもんやな、うん、じゃあこれはただ持っていくだけちゃうねんで、え、うん、三助を。三助持って行ったら、うん、もちろん寮にも連れていくし、うん、終わってみんなでこう小屋とかで何日か過ごすやんか、うんうん、その時もずっと三助もこうやって、あの話に参加するから、まあある意味ちゃんと人扱い。そうそう、ご飯食べてる時も三助に渡す。へえ。人として、うん、あのちゃんと数えると、うん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 、でまた帰って神社のところに置いたりとか自分家の神棚に置いたりするという。へえ。なんで10人はあかんの。10人はこれいろんな諸説あんねんけど、うん、なんか山の神様の、うん、こう神聖な数字って言われてんねん。ははは。で山の神って、うん、民族学者のさ、うん、柳田邦男さんの遠野物語とかにも出てくるんだけど、うん、なんか赤い顔してたとか、うんうんうん、なんかすっごい大男やったとかそういうイメージやね、うん。で12月12日っていうのが、うん、山の神の日とか、うん、あとは12人の子供がおったとか。なんかいろいろあるんや。12っていう数字が。12がとにかく山の神様にとってかなり深い数字やん。ははは。で12はちょっとこう神様の数字ってことで避けるんや。もし12でいくと神の怒りを買うっていう。はあ。その三助やんだけど、これなかなか人気でな。あ、人気。うん、はあ、あの骨董的価値で人気やねん。あ、その文化は今もあるっちゃあるんかな。東北でどうやろ、マタギの人で未だに三助連れて行ってるかどうか分からんけど、うん、博物館とかには置いてる三助。へえ。やっぱキャッチーやん、なんか名前もええし。まああの見た目もさ、もう普通にここにあったら怖いよでだからめっちゃ人気出てさ、はあ、あの偽物の三助も出回るっていう。ああ、まあ作りやすそうよな、うん、正直な。でもこれは確かに東北の、うん、あの神社で、うんうん、祀ってた三助らしくて。へえ。雰囲気が違いますけど。そうですね。でもこれはまあお守りとして、人としてそういう使い方をする呪物で、ね。あ、なるほど。そのお守りも呪物やという意味での呪物ね。そうそうそう。はははは。ということで三助を紹介したんです。これ大好きなんですよ。あ、そうなんですね。三助は一つだけ持ってるのは。三助は一つだけ。ああ、これでもそう価値があるんでしょ。あると思うで。じゃあ博物館に寄贈したら。
いや、それはもう博物館は敵やん。敵なの？敵じゃない。敵じゃない。博物館は博物館でいっぱい持ってるわ。あ、まあ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 。それを見つつ、俺のとこやって、俺の三助を博物館に持って行って。うん、俺の三助言ってるやん。あ、うちの三助ですって、あの、そのスタッフの、うん。こちらですって言って、うん、どうでしょうって言って。で、三助もペコッとすんね。赤ワイン、赤ワインになってきた。ああ、いいですね。ありがとうございます。まあ、そういうね、歴史的な、うん、文化的な背景がある、うん、まあ、呪物ですよね。トナさん、文化的な背景のある呪物好きやね。好きやん、やっぱな、面白いよな、うん、そうね、背景が。なんかでも、三助にまつわる話もありそうやな。あ、あるんちゃう。ああ階段な。ああ、ありそう。あるな。あるやろ、多分。そうね、ここでな、実はな、あの三助の話がないです。ないんかい。ちょっと集めとくわ。あ、でもあるやろな、ほんまに。山の話な。ああ、ありがとうございます。それまた紹介しますので。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあやめろって、そのぐにゃぐにゃ触るんで、そんなことするか、墓に。秘密結社みたいな感じですよね。OL さんやりながらストリップも片付けてとか、200万出てきた。これ貧乏になるぞ。誰この子が田中とラブゲームを。えそうしたらその瞬間俺の気持ち悪いのがヒューって抜けたんですよ。あだ名つけて、あだ名つけて、せーのポン。